査圏内のトップを切り、今日能古島で海開きが行われました。楽しいです。冷たい、ちょっと冷たい。泳げる？泳げる。今日の福岡市の最高気温は26度でした。能古島キャンプ村海水浴場では、去年より3日早い海開きとなりました。県内他の海水浴場でも海開きが予定されています。福岡県によりますと、糸島市のケアが今月30日、鹿の島来月1日、岩屋来月2日、福間来月4日、津屋崎来月6日、芦屋が来月8日の予定です。